カンソンフンが PGA ツアー、ザ・ CJ カップアットナインブリッジス2日目に躍動し、残りの期間の前線を誓った。カンソンフンは19日、ジェージュ島で開かれた大会第2ラウンドでノーボギー、5バーディーの5アンダマイナス67を記録した。これでカンソンフンは中間通算にアンダマイナス142で15位体となった。試合後、 カンソンフンは、昨日は風もたくさん吹いて、短いパッティングミスも多かったとし、朝、パッティング練習をした。感を取り戻し今日は短いミスもなかったと述べた。カンソンフンは15位タまで浮上し、トップ10を目前にした。カンソンフンは、天気予報を見たら、天気が暖かくなるようだ。 選手たちの成績も良くなると思う。攻撃的にプレーしなければならないと思うと覚悟を語った。